私が今回アドダンスに応募した理由は、この世界の状況の中で舞台に立つ機会っていうのが本当に限られてきていて、で広島のこの地でそういう機会をいただけるっていうことを知り、自分で作品を作るっていうのはどうやって作ったらいいのかということも知りたくて、作品を作る方に応募させていただきました。自分の新しいチャレンジとして、まあ、一つこの舞台にかけるじゃないですけど、チャレンジしてみようと思いました。私は今大学でダンスを学んでいるんですけど、ダンスの第一線で活躍されている平原さんから創作を学べたらなと思って応募しました。また地元の広島で踊れるということで、成長した姿を見せれたらなと思います。なんか作りたいという欲が消えなくて、信頼できると思った平原慎太郎さんに見ていただけるならと応募しました。一歩前に進みたいです。